はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス、続きやっていきます。ギウルという人物を助けて、それからこの砂漠地方一帯は、ムナイバイラっていう、ま、いわゆるギャング集団、悪党集団が、このギウルの仲間も含めて、人をかっさらっては奴隷にするみたいな、仕打ちをしている、まあ、そういう悪党らしいんだけど、で、この人は助けてあげた見返りに通信バンカーまで案内してくれますと、武器をちょっと調整して、まあ、リボルバーはいいっしょ。バルブにとりあえずリフレックスサイトつけて、まあ、ティハールもよし。で、そう、フラッシュライト。まあ、フラッシュライトっていうか、もはや懐中電灯だけど、高高度フラッシュライト。これでフラッシュライトがより明るくなると。ただし、バッテリーが、減りが早くなる。と、もう一つこれ。モーションスキャナー。これなんかね、敵ユニット、動く敵ユニットを特定できるっていうなんか、すごいもの。なんかエコー探知機みたいのがついてるけど。ただちょっと慣れがいると、実戦で使ってみよう。で、まあ、スナイパーの弾は相変わらず少ないから、節約するとして、リボルバーがお供。準備はいいか？まだ？なら急げ。あまり時間はないぞ。行きましょう。戦争の前、ここは美しい場所だった。海。私は5つだった。母も若かった。生きてた。今はただの砂漠だ。動物たちはモンスターに姿を変えた。人間も仲間は奴隷にされた。自らそうなったわけではない。あの油にまみれた犬どもにそうされたんだ。海が干上がった後も石油は枯れなかった。石油か、あれ。老人は皆死んだ。若い者だけが残った。そして彼らは全てマスターに服従してる。ムナイバイラは自らを火の神と呼んでる。若者はそれを信じ込んでる。戦争から5年後、母は死んだ。私は孤独になった。今、高台から見てて思ったけど、やっぱりこの辺海だったんだ。地形が大体そんな感じだもん。まあでもあれか、戦争で干からびたって感じか。あれ、いた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 。おう、扉の開け方は知ってる。前に来たからな。だが深い場所には行ったことがない。クモがいるんだ。で、クモは一番嫌いなんだけど。マスクも必要な感じか。あの通路が見えるか？お前が先に行け。私は後からついてく。オッケー。これが高高度フラッシュライト。あ、なんか明るい気がする。まあでもステルスの時は消すしかないんだけど。ああ、雲。おお、いかにもあっち系のモンスターがいる感じだな。はい、この探知機は人間以外のモンスターも探知できるのかな。はいはい。
どうさ。空気は大丈夫そうか。そこを降りて左だ。狭い通路がある。私はここにいる。誰かが電力を見張らないといけない。了解。母の写真を見つけたら持ってきてくれ。一生感謝し続けるだろう。ありそうだ。2013年以降ってことは、2013年だったっけか、核戦争が起きたのって。起きたというか、まあ終わったのかな。ちょっと雲の巣多くないか。おえーな、あとでうじゃうじゃ出てきそう。あ、高高度フラッシュライト取っといてよかった。そうだわ、前作とかも光をやたら嫌がる雲とかいて、で嫌がったところをナイフでテイクダウンってやってたわ。わあ、なんかすごい登り方した。ああ、骸骨。左って言ってたよね。ここじゃないな。ここだ。待てよ、さっきのとこ本来は登れないのでは。いやー、気味が悪い。おっと、わあ、こういう足場嫌い。下も行けるんだ。あーだよね。あ、やっぱ光が嫌いか。当たってんのかな。よし、これジャンプでいける。あ、いけた。全然いけた。下にもなんかあるか。あ、本当にこれ電力消費が激しいな。あ、骸骨。骸骨。雲に襲われたんか。あ、割れた。おお、雲か、本当に今の。サソリっぽかったよ。そうだ、焼夷弾を装備してるティハールを使ってもいいな。下行くのか。おっとっと、あと、これはマスクが必要だ。よし、制御室か。逆にステルスじゃないなら今度はライトをちゃんと
つけておけば。おお、燃えてる燃えてる。ほら燃えろ燃えろ燃えろ。これきっちりね、圧力も、あ、間違った、圧力もこういう風に加圧できるから、これで撃って始末していこう。お、写真なんてあるかな。あ、電気つけれそう。ちょっと明るすぎるな、このライト。ジャーナルがちょっと見にくく。なんかあるかな。おお。え？今のギウルの声っぽかったが。ダミールが来るって。ことね、はい。フィルター、あ、また暗いな。開けて、うわ揺れるな。開いた。おお、雲だらけ。おお、これはなんか情報がありそう。これただのアナウンススピーカーか。さて、物を漁るぞ。エレベーター、なんというか全部ブラウン管だから、あんまり西暦2000年以降の司令室っていう感じがしないんだけど、なんかないかな。保管庫みたいなとこでもあんのかな。うわ、こっち行ってみよう。開いてないドアか。おっと、おお、でかかった。燃えろ燃えろ燃えろ。あ、ライト消したら、あ、綺麗な綺麗な日。綺麗だけど汚い。高高度ライトすぐ調子悪くな。すぐ調子悪くなるな。給電しないと。アルチョム、無線が切れそうだ。深すぎる。
考え？あ？どうだ、アルトム。おう。少なくとも俺の声は聞こえるだろう。内部のスピーカーか。マニュアルモード中は文書がある部屋の扉は中からしか開けられない。だが通気口から中に入れるはずだ。次の部屋で入り口を探してくれ。了解。まあ、ライトを嫌がる雲ばっかりならまだ楽なとこだ。ここまあ穴ぼこだから巣がたくさんあるんだろうな。ん、こっち入れる。このドアも開く。おお、なんか大切。ん、もしかしてこの死体って、母親の死体か。髪の毛がある。まだ半分ミイラみたいな状態だ。まあいいや、欲しがってた。ああ。欲しがってた写真ゲットで、テープがあるってことはなんか記録が。古い灯台への引っ越しが終わった。ギュールと一緒にあの穴で暮らし続けるなんて絶対に無理。新しいガス間欠泉は毎日でき続けてるし、バンカー全体がいつ崩壊してもおかしくない。希望はない。私たちがなぜここにまだいるのか誰もわからない。仕事ももうない。最近はわずかな食料のために下へ行ってる。ここが安全だと信じたいけれど、そんなわけないのは分かってる。人々は飢え、毎日誰かが攻撃されて殺されたって話を聞くわ。暴力は増えるばかり。今私が考えるのはギュールのことだけ。こんな悪夢のような世界でギュールがこれから生きてくなんて信じられない。割と強く生きてるよ、娘さんは。こんな状態で、写真抱えてこんな状態で死んでるなんて。うわー、悪魔。なんか今あったな。あ、ロッカー。こっちね。おお。ライトが消えたぞ。ほい。ライトが消えたなら明かりを増やせばいい。あ、割と広範囲に燃えてくれる。ラストライトとかな、雲天国だったからな。あ、ダクトだ。おお、わあ、やめて。ん、こっちも行けんのか。ずいぶん入り組んだダクト。あ、行けないや。おお、あ、このピピピピピピっていうの、探知機にちゃんと緑の点で映ってるんだ、雲も。これもうステルスとかで役に立ちそう。ん、こっちかな。急にバッて出てこないでくれよ。あ、こっちだ。あ、1900。まさにここだ。ちゃんときっちり保管されている。割と古いものも保管されてる。ここは宝の宝庫か。
2013、この辺だ。今は2019年。あ、くすっからかんだな。空っぽ。あ、ちょっと重たそうな。おお、ぎっしり。汚染マップゲット。フィルターを交換。あ、フィルターがちょっと残量少ないな。よし、とりあえずゲット。地図が手に入った。通信センターは戦争後も数年間機能していた。となればこの地図には僕たちの求める情報が全て揃っているかもしれない。よし。なんかこの辺の記録もね、気になるところだけど、なんか取り出せたりするものはないのかな？ん？飛行機のおもちゃが入ってる。あ、メトロ2033。2010年のところにメトロ2033が入ってるってことは、あれどうだったっけな、あのリラックス版しかプレイしたことないからちょっと覚えてないんだけど、メトロ2033が発売したのって2010年だったっけな。で、同様に2013年のところに、メトロ、原作のメトロ2034が入ってて、メトロ2034を原作としてるのがメトロラストライトだから、あ、ちょっとね、遊び心がある保管庫だった。さて、出るか。おお、骨骨。あ、テープ。え？絶対ってことはない。指令01。モスクワはね、ちゃんと生存者がいたんですよ。何？はい、これはクモさんがワンサーが来るパターンだ。焼夷弾も決してそんな豊富にあるわけじゃないから、きっちり当てないと。この辺は大丈夫なはず。と、ああ、もったいない。来たか。よし。一発当てちゃえば、OK。ほら、離れろ、離れろ。ああ、で、倒れるから。あ、これ、前作と同様に、こういう倒し方もできるのか。複数体いたらちょっと厳しいけど。おお。あ、潜っちゃう。
これ燃やした方がいいな。とりあえず1体燃やさせてくれ。ライトだけでもここ暗すぎるから。よし。よし。よし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 。まだいる。あ、だ。あーっとっとっと。やめてくれ。あ、着いたか。リフト動く。あ、来た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 。早くこっから出たい。よし。よし、とりあえず情報も無事ゲット、写真もついでにゲットな。あー、また。照明、ま、ライトを当ててれば大丈夫だ。あとはナイフで。よし、脱出。ああ、待って。汚い汚い汚い。脱出脱出。もう雲は本当に嫌い。やめろやめろやめろ。よし。あ、火炎瓶。とりあえず地図は手に入れた。あとはこれを大佐のもとに持ち帰るだけだ。そういえばお前の車を持ってきたぞ。おお、サンキュー。鍵どうしたの？バンカーはひび割れだらけなのに、まだエレベーターが動くなんて驚きだな。母が言ってたわ。何度も修理が必要だったって。それに他のこともね。ケプラクメ、ありがとう、アルチョン。どういたし。これをやろう。幼い頃に父がくれたものだ。ダミールに聞いたが、小さい女の子がいるんだろう。彼女にあげてくれ。お守りになるかもしれない。お、今のは何だろう。水筒に見えたけど。お前らは幸運だった。ムナイバイラの精鋭はほとんどが出払ってる。もし全軍に攻められてたら、今頃は命はないだろう。だが今は世界を変えるチャンスだ。ムナイバイラっていうのは石油の裕福な人々みたいな意味だ。石油採掘業者的な。聞いてくれ、目的地を教えよう。外に出たら右に行け。その道はかつて海につながってた港だ。アンナはその辺りにいるはずだ。連絡してみろ。何か面白いものを見つけているかもしれない。港。俺はしばらくここでその石油採掘業者とやらを調べてみる。何か有益な情報が分かったらすぐに知らせる。オッケー。教えてくれ。どうやって港に寄ってから基地に戻るとしますか。なんかハテナマーク増えてるし。あ、なるほど。でもムナイバイラに使い回されるだけの存在になったと。選択の余地はあった。戦うことだ。戦って死ぬ。だが奴隷にはならない。みんながその選択をできるわけじゃない。そうじゃなきゃいけない。私はいつだってそうしてきた。それで君は一人で戦っていたのか。
一人でもバロンは殺せる。バロンを殺したとしてその後はどうする？その後のことはバロンを殺してから考える。なるほど。はい、アルチム、幸運を祈ってるわ。はい、一人で10人以上殺してたしね。話は後だ。はい、じゃあちょうどいいんで、次回ここから運転して港にちょっと寄って基地に戻って資料を渡すといったところで、今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。